ちは、リエチャンネルのリエです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。去年9月に作ったメビナの寄せ植えです。一緒に入れたパープルヘイズがモリモリになってきました。あまりに繁殖旺盛すぎて主役のメビナが押され気味、もうすぐ埋もれてしまうかも。さすがにこれはほっとけないということで、今日はこのパープルヘイズをどうにかしようと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。どうにかすると言っても、単にカットしてはいおしまいではあまりにもったいないので、こちらのポット型アイアンに水苔で土止めを作ってパープルヘイズドンを作ろうかと思います。この寄せ植えは庭の多肉花壇の奥の棚に置いていました。隣の寄せ植えはいい感じです。そしてその上の棚にある桃太郎丼も、その隣の寄せ植えもこれはこれでいい感じだと思います。作ってからの経過の月日が違うので比べてもあれですけど、我が家ではゆっくり成長するメビナと一緒に植えたのもまずかったかなと反省しています。 BA チャンネル。水苔はあらかじめ水につけてふやかしています。あらま、隙間が大きすぎてこぼれてしまいました。なんとか形を作ろうと頑張ってみましたが、ちょっと無理があったみたいです。仕方がないので水苔は諦めて違う方法で土止めをすることにします。使いかけのココヤシシートを見つけました。以前は100円ショップで調達していたのですが、最近めっきり見なくなって、ホームセンターでバスケット用のシートを買い代用していた残りです。これでなんとか土が入りそうです。土は培養土に少し赤玉と鹿沼土を追加したものを使おうと思います。乾いたままの培養土はふわりとしているので、途中抑えながら、そしてシートのズレも修正しながら、できるだけたくさんの土が入るよう心がけました。カット苗を刺しやすいように霧吹きで土の表面を濡らしておきます。最初に言い忘れました。動画の最後には我が家のパープルヘイズが入った多数の鉢や木箱の現在の様子を撮影しています。お時間がある方は最後までぜひご覧ください。さて、いよいよカットするぞと思うと、これはこれでもったいない気がして迷いますね。一本一本切っていたらキリがないので、思い切って散髪方式でカットしていきます。モリモリになったとはいえ、カットした苗は短くて細かいです。私は撮影しているのでこんな風に指でつまんでカットした後トレイに入れていますが、皆さんが作業するときはハサミを入れた後、このまま苗を離さずに
鉢に移動させて土の上に置くとバラバラにならなくてやりやすいと思います。ちなみにこれは先月の末に購入したセダム、オーレウスです。うちにないセダムで増やしたかったので、すぐに大きめの鉢に植え替えてカット挿ししました。この時も同じ方法で作業しています。そしてこれが約2週間経った現在の様子です。カット苗をつまんで土に置いただけですが、しっかりと新芽も出てきています。ばらけた小さな苗を一つ一つピンセットでつまんで土に刺すのは大変です。最後の一つまみ、土に置いてきます。パープルヘイズは発根しやすい多肉なので、一つ一つこうして刺さなくても土にさーっとばらまいておくだけで根付きます。ただこんな風に刺しておくと、私の経験上成長した時に整った形になって見栄えがとてもいいです。やっと全部刺し終わりました。これから梅雨や夏にかけて蒸れることが多いパープルヘイズ、直射日光を避け風通しの良い場所に移動して無事に秋を迎えたいです。このポット型の鉢にあふれるようにもりもりになったパープルヘイズを皆さんに見ていただけるよう頑張ります。最後に我が家のパープルヘイズが入った鉢や寄せ植えをご覧いただきながら、今日は終わりにしたいと思います。ここまでご覧いただいた皆さん、今日もありがとうございました。リエでした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。